今回はチャド艦隊でイグノを使おうと思います。で、チャドの性能が、イグノにすごい噛み合ってるかつ、SS が直殴りも乗るんで、ものすごく強いんですよね。今回の直殴り枠はチャドだったね。これがチャドの真の力よ。で、チャドの性能に実は隠し要素ありまして、2つあるんですよ。その1つ目が、このキャラのあだ名がチャドで、本名が佐渡安虎なんですけど、チャドで調べても出てくる。で、本当の真の隠し要素が、この SS のラムエルテ、これが弱点、勝手に拾ってくれるイタドリとかデクとかとあれと同じ仕様なんですよ。だから、その、イグノーとかだと、この矢印とエレメントの範囲と、で、さらに弱点も殴れって言われると意外とめんどくさいじゃないですか。だから、それを、意外とちゃんとしてくれるんですよね。その、どこ殴っても、とりあえず触れておけば、触れた相手の弱点があったら弱点倍率勝手に拾ってくれる。いつものやつね。今回もそれあったんで、それやっていこうと思います。で、私、イグノめちゃくちゃ嫌いなんで、どれぐらい嫌いかっていうと、多分初見で勝った時と訓練場で勝った時の2回しか私、イグノ勝ってないんで、立ち回りはあんまり上手くないです。ごめんなさい。で、これで削る。いや、多分モンストの歴代全クエストの中でも、一番嫌いでしょうね、このクエスト。だからあんまり得意じゃない。これを、チャドが多分楽にしてくれる。そういうことを祈ります。で、ランギクラック90目指してて、イグノーもまだ運極できてないよっていう人は、一応、チャドも運枠で使えると思うんで、かなり強いんじゃないのかな。で、イグノーは、私、重心化できてないくらいあれなんで、うまいこと言えないですけど、一応、なんか結構強い部類らしいんで、はい。これで削って、これ、ちょっとあれかな。そうね。だからこれの、ゴーストの、この範囲も、私あんまり作るのうまくないんで、このエレメントバリアだっけ。これも、なんかちょっと、あれですね。はい。ダメだ、乗ってないわ。これ倒す。ここで、グダる分には、正直問題ない。テストプレイもしてみたんですけど、そんなに気にならないね。なぜかというと、どうせ中ボスで、打てなかったら、電線ギーでめちゃくちゃめんどくさいことになるんで、どっかで SS ダメはね、しなきゃいけなかったんですよね。はい。これで間来て、OK。もし使うんだったら、アジン枠なんで、アルセーヌとか多分入れる人多そうだから、アルセーヌに同族鍵とかその辺任せて、本人は、即必殺つけるのが多分いいんじゃないかな。サクサク進むと、たまんないんで、そっちの方がいいでしょうね。だからこれをカンカンして削る。はい。よし。で、倒します。あと友情は調教ラウンドフラッシュ無属性なんで、イグノーでは何の役にも立たないですね。友情だけはチャドのレアつ消えてる。はい、挟まれないか。ここでこういって削って、はい。で、こういう時に、ただ挟まるだけだったらすげえ、そんな難しくないと思うんですよ。多分こんなことやる人は。ただ、これと合わせてやるとなると、ちょっとめんどくさいね。ほら私、もうダメだ、これ。はい。これで殴って削る。で、地雷ロボ倒す。これを、だから、はい。で、これ殴って、ちょっと残るね。で、やべ、ここでめっちゃ下る。どうせ中ボスのとこ行っても、そこ中ボスで下るか、あっちで下るかの違いでしかないから、大丈夫でしょ。そしたら、ここの間に、はい。よし、OK。で、挟まります。で、あとはこれでやって、一巡次回回ってきたら、もうそこから SS は使えるね。ちょっとこれ逆だな。こうか。はい。こう打って、よし、OK。殴って削って。いや、でも今回は、やっぱ直殴り倍率枠、その直殴りワンパン枠が、毎回入れてると、大変だから、きっと、これに、チャドにしたんでしょうね。一応、チャドの見た目も殴りだから、そういう意味でもある意味噛み合ってんのかな。で、防御ダウンする。はい。これで殴って適当に削る。で、4P までやることないんで、そんなに、どうせ殴っても、ちょっとあれだから。で、あと、これ、ここで、適当にハートも取りつつ回復して、どうせラムエルテでワンパンできるんで、それで打てばいいだけだから、そんなに気にしなくていいかな。あとは、防御ダウン入れての、はい。こに置いとく、まあ、適当に置いといて、でラムエルテします。で適当にどこ殴っても弱点拾えるというのを、まあ、ちょっと見せようかな。そしたらここ殴って、ここ完全に弱点じゃないじゃないですか。もうちょい関係ないとこにしようか。こう打って、あーもうじゃあこうだな。こう打って、これでいいや。はい。で使ってみたらちゃんと弱点殴ってたんですけど、まあ、ほら弱点殴れてないけど、まあ、ちゃんと拾ってくれるんですよね。でそして原作のラムエルテした時のそのドクロマークも多分あれ足元というか後で再現されてんじゃないのかな。そしたらこれで薄くいっての逆だ。こうで、はい、ここではいはいはいで殴って削る。2P がそこで、でこれ縦勘でいいかな。はい。これで削って OK。よし、で、剣も取れたから、うまいことなんとかさるっと抜けて、それで抜けた、さらっと抜けると、剣ラムエルテ打てるから、いや、それがいいね。多分、一応、イチゴで接待して打ってみたんですけど、イチゴで接待してみて、ちょっと使ってみたんですけど、1.5 倍の弱点強化だけだと、ちょっと火力足りなさげで、よし、で、これで、よし、OK。ちょっと火力足りなさげだったんですよね。多分1ゲージぐらいかな。1.5 倍の弱点強化入れて、どれくらい？多分、ラスゲの、ボス1満タンから打って、どれくらいだったかね。ラスゲの、10分の9残ってるみたいな。なんか、そんぐらいだったんで、まあ、紋章とかつけたり、あとは剣持って弱点強化のダブル入れないと、多分火力的には足りないんじゃないのかな。あー、これ、いけないかな。あー、やばい。ちょっと足りないね、火力。そしたら、やばい。これで、はい。いやー、これ大丈夫かな。いやー、これを、うわー、今日打って、こう打って、はい。あー、ダメだ。これ震えてね。ちょっとあれね。いや、こういう時にイチゴがいたら、よかったんですけど、あ、でも剣持ってる。あれ、そっか、拾ったのか。そしたら、あ、じゃあいけるな。あとはなんとか、じゃあ、あそこまで耐えて、はい。で、ここ殴って、あと、あっち！くっそ！あとちょっとなのに、くそ、やっぱこれ嫌いだわ、私！これいけんじゃない？そろそろ。縦勘で、こっちにセッティングして、はい。よし、OK！ あー、できた！で、はいはい。で、これでこう。あとはまあ適当にやって、防御ダウン入れて、はい。で、防御ダウンの蘇生倒して、あとは怒らせないようにして、はい。で、これでラムエルテ打てます。で、多分これは確か蘇生されなかったはずなんで、はい。おお、蘇生やっべ、蘇生される。はい。よし、でこれで触れて、よし、危ねえまあこれがちょっとしんどいところね。まあ理想的には多分一回配置してやるのがいいんでしょうけど。でこれ多分ゲージ飛んでるかな。はい。本当だったら、これ剣持ってるからこうしたんですけど、もし持ってなかったら、あれでしたね。防御ダウンとかってこれ打たなくても、まあいいや。そしたらこれを、はい。で、ここ殴ってくる。で、もしこれ剣持ってなかったら、結構殴って HP 調整してから、打って、ラスゲの、階段ハーチェルゴーストは、あれ多分まともに相手してたら多分 100% 死ぬんで。で、ここは SS 使って、もうラムエルテで倒します。多分倒せるでしょ。これで倒せなかったら逆に、いや、こっちがエスパーダでしたみたいな。OK。で、これで倒します。で、あとは 2P まで回したら、勝ちかな。で、ビビアンも残ってるんで、まあ、多分そんなに気になることはないかな。あとは、まあ、怒らせても面倒なんで、怒らせて伝染技の威力は上げたくないんで、まあ、適当にちょっと下ります。はい。まあ、ハート回収だけしとこうかな。はい。で、ここで適当にやっとく。はい。確か移動するんじゃなかったっけこれって。で、弾倒すでしょ。で、これは上で倒しといて、あ、ダメだ、防御アップもあるからこっちか。で、これも倒しといて、はい、はい、はい、OK。お、まあ、ほんのちょびっとだ。よし、これで、まあ、いけるでしょ。いけなかったら 4P で打って終わりね。はい。あ、そっちか。そしたら、まあ、これでラムエルテして、で、弱点倍率も拾ってないけど、まあ、多分なんとかでしょう。これで倒せなかったら、まあ、チャドのレイアツが消えたってことで。まあ、多分倒すよね。ラスゲでもエントリーにつくんじゃないのかな。はい。あー！チャドのレイアツ消えるこれおー、危ねえ！危ねえ！チャドのレイアツ消えるとこだった！いや、チャドが死ぬはずがねえってイチゴも言ってたもんね。まあそういうことですわ。そしたらこれを、はい。危ねえネオ、ノイトラと出会った時みたいだったね。まあ、最後の力振り絞ってギリギリ生き残りましたみたいな、そんな感じ。で、そしたらこれでラムエルテして、おおレイアス消えたもう完全に今安心してたのに、今。いいでしょ、これ。そしたら、まあ多分もうちょい真面目にやったらきっといけたでしょうね。そしたら、ちょ待って、イグノーのいい感じの角度、見えないよ、これ。どこにいい角度あんの、これ。いや、これがイグノーの嫌いなところ、マジで。いや、このシールド邪魔だわ。こう打って、ここにやって、で、ここに触れて、はい。で、これで、はい、ここ触れて、OK。よし、OK。